はい、ではですね、今日5月4日6時38分の相場解説をしていきます。今日は1時間だけ見ていきますね。1時間だけ見て軽くさらっといきます。前のおさらいなんですけども、高値切り下げ、安値切り下げがこうあった時に、私はですね、ここでもう一回 N が来る、もしくは N が来ずにこのまま上昇していくんじゃないかなと。その時に私が下した決断はこのダブルボトムですね。ダブルボトムを見て、上昇していくんではなかろうかということで、まあ上昇は叶ったわけなんですよ。その後は解説をちょっとしてないんですけども、後付けでね、これからどういうふうに見ていくかってことをこれは振り返ってみます。ヒゲですよね。最近私が注目しているヒゲ、大きなヒゲが陰線でも陽線でも2つ出ました。ということはここから大きく下落していくんではなかろうかと思えるんですけども、まさにね、それが実現してこういうふうに下がっていったよってことですよね。でここから見るとですね、こういうふうな新しいフォーメーションを引いていくことが私はできるかなと思うんですよ。ここですね、まずはこういうふうな形、こういうふうな形かな。多少ね無理やりがあるんですけども、まあいわゆるこうですね、こんな感じです。でもう一個がここに寄与されてるんですよね。ここが下落が始まった強い力点が来てるところ、そしてここがですね、ヒゲで押し戻されて下落をしたやっぱり強い力点ですよね。この2つありますということなんで、これからはね、ここのゾーンを意識することと、あとは、少しずつ緩やかに上昇していく安値のゾーンがあるということでね、まあ、いわゆるこういう三角形を描いていくんではないかなっていうふうに思えるんですよ。まあそれをほんのりと思いながら、これからの相場を見ていこうかなっていうのが今日の感想です。以上です。